阿弥陀寺は、福島県郡山市福山町久保田に所在する、新言宗出政治派の寺院。正式には、無量産公明院阿弥陀寺。毎年2月に行われる、微写門天体祭などで知られ、久保田の微写門様などとも呼ばれる。平安時代から室町時代にかけて、現在の富久山町、久保田太郎殿の全付近に、天台宗の小学寺という寺があった。 当時、この地方では、笹川古所や宇津ぽ城などをめぐる戦がたびたび、起こっていた。そして、小学寺も何度も戦火に遭い、その度に、本尊の阿弥陀如来は、僧侶の手によって、地中深く埋められて、難を免れたが、建物等はことごとく焼き尽くされてしまった。そこで、寺は、地元の今泉家の手によって、現在地に移され、1574年に、 新言衆の寺として中高解散したのが阿弥陀寺である。毎年2月11日の夕方から夜にかけて開催される美写門店の祭り。地後の雷三枚、醍醐磨祈禱、梵天法の年男年女による福持ち巻等が行われる。境内には縁起物を売る露天が立ち並び、一年の福を得ようとする多くの参経者で賑わう。 2014年には根本匠復興大臣が福持巻に参加した。2月3日には節分会、5月8日には月遅れで花祭り、6月10日には大聖機会などが開催される。1717 17年、江戸神田の中高市、大沼春間守藤原長政の作の同場。高さ101センチメートル、合計75.4センチメートル。 もともとは岩きしなこその松山寺にあったが、その後、1888年に阿弥陀寺の同章になる。太平洋戦争の際は、教室されそうになったが、重要美術品としての価値が高いことから教室を免れた。1985年、郡山市指定重要文化財に指定。ありがとうございます。